TX 八潮駅にやってきました。なんと今日はつくばエクスプレスツアー、イエーイ車両基地に見学に行けるらしいです。しかも 3000K 貸し切り、いやちょっとドキドキすぎてもうどうしよう、動機で倒れちゃったら今日は楽しみたいと思います。これからの団体で臨時列車に乗って守谷まで移動します。私の座席は決まってます、指定席です。ご案内いたします。この電車は団体専用列車となります。一般のお客様はご乗車にはなれません。ご注意ください。また車両間の移動、本日は京成トラベル主催、首都圏新都市鉄道株式会社公演のイベント列車ツアー TX 総合基地見学&撮影会ツアーにご参加いただき誠にありがとうございます。車内抽選会はお楽しみいただけましたでしょうか。ファンの方は車内にそのまま残っていただき、乗船台を見学していただきます。1班、3班の方は係員の指示に従って4号車ドアから8番線から10番線のところで車両撮影をお楽しみいただき、4班の方は検査庫の見学となります。総合室内は ぜひともお楽しみくださいませ。車両のバッテリーとなります。このバッテリーを使って、まず車両に電源を入れる装置となります。台車のブレーキをかける部分がですね、
ちらにありますのが車両の前進後進を扱うレバーになりまして、でこちらのスイッチの方でですね、電灯をつけたり乗務員室内の暖房を扱う操作ができることになっております。カレンダーめくりしてるときによく車両基地が出てくるけど、やっと現物を見れたっていう感じ。施設管理所ですね。で保有している保守用車が12台あります。機動用のモーターカーが3台、検測車が1台、レール単照車が1台、高所作業用のトロリーが1台、レール運搬用のトロリーが2台。すごい方です。バイク作れた矢幅大学駅長の大です。はい、同じく北千住駅駅長の吉原です。 EX 祭りが今年も中止だったので、このイベントができてすごく嬉しいんですけど、開催したきっかけとかあります？ ありがとうございます。やはり EX 祭りが新型コロナウイルスの影響で開催できないというところで、ご来場いただく方を数を少なくして少しでもお楽しみいただきたいというところで開催をしております。今回は運転台の見学というところがメインで、 TX3000 系デビューしてまだ間もないんですが、そちらの運転台の方で楽しんでいただきたいなというところが私としては一番のアピールポイントです。 TX すごい私大好きなんですけど、お仕事で大変なことありましたら、一日にたくさんのお客様にご利用いただいておりますので、お客様をこう安全に、それから快適に安心して輸送させていただくというところで一番気を使っています。ちなみにどの駅が一番好きですか？はい、当然秋葉原です。秋葉原、北千住以外にはございません。TX ファンの方が見てるので、はい、メッセージありましたらお願いします。はい、我々を安全快適にご利用いただくというところで頑張っておりますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、いつもご利用くださいましてありがとうございます。コロナ禍というところで大変になって思いますけれども、落ち着いた時にはつくば方面お出かけくだされば幸いでございます。お待ちしております。ありがとうございました。失礼します。はい、どうぞ。すごい。座っていただいても大丈夫です。ミュージックホーンはどこで鳴らすんですか？ミュージックホーンは足元のペダルのスイッチになりまして、これをですね、はい、半押しで鳴ります。軽く踏むとメロディーが鳴ります。踏み込むと普通のファーンっていう奇跡です。踏み込む、はい、はい、我々が失敗する時があります。座ってみてください。どうぞ。ありがとうございます。放送とかもできるんですか？もちろん、これがスピーカーマイクといいまして放送するためのものでして、このスイッチを押しながら喋ることによって放送ができます。This is a local train for 秋葉原。 The next station is number 15, Moriya。駅標識って変えていただくことってできるんですか？ あれですか？はい、設定できるものは変えられますよ。柏の葉キャンパスとかってできますか？あ、できますよ。ただ、はい、快速は営業だと止まらないので、ある区間快速特急であれば、はい、あと通勤快速でも引けます、はい、変えますか？ちょっとレアなものを見てみたいので。あ、全然もういいですか？あ、いいですよ。じゃあキャンパスで。はい、キャンパスで、はい、ありがとうございます。柏の葉になった。やっと。めっちゃ嬉しい。先ほど私が大好きな柏の葉キャンパスにわがままを言って行き先を変えてくださった方、ご紹介します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。普段車両の研修業務を行っております。車両は法定的に決まっておりまして、検査をやるっていう決まり事がありますので、そちらの業務を行っております。検査ってどんな検査なんですか？走行装置で、台車に整輪紙とかついておりますので、走っているとどんどん減ったりしますので、そういうものの
取り替えとか、あとパンタグラフの方も消耗品は摩耗しますので、そういうものの交換を行って主にやっております。もう本当に縁の下の力持ち的な、すごいですね。まあ、お客様とはまあ触れる機会は全くないので。でも本当 TX130kg が出るのはこの方のおかげですよね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。こちらこそいつもご利用ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん、いっぱい買った。また紹介するね。私はいただけると思います。先ほどご案内しましたので、何回か停止します。終了しました。もうね、 TX ツアーが本当に良くてね、すごい今も感動してて余韻に浸りたくて柏の葉に来ちゃった。フラペチーノチョコレートソースかけた。これは家から持ってきた自分の帽子なんだけど、今日は参加者みんなに大人は赤をプレゼントしてて、これもすっごいね、嬉しい。あ、 TX 来た。レッド12月っぽいね。っていうかこれとすごい合わない。いちごフラペチーノ乾杯。うん、美味しい。甘い。いただいたノベルティはね、また後ほど紹介する。あとは私が当てたすごいものもね。本当に良かった。ありがとうございます。大変だと思う。臨時列車を準備したりとか、いい思い出ありがとうございます。 TX ではまた。